地図パリ大学は、かつて、フランス共和国のパリに存在した、公立大学。1970年以降は、第1から第13まで、単科大学として運営されてきたが、2008年から一部の大学の離脱や、統合計画が実現し始め、第4位と第6が合併し、ソルボンヌ大学に、第9位は PSL 研究大学に、2019年には、 第5と第7が合併し、パリ大学に、2020年には、第11は、パリ作例大学に統合され、新しい体制が整えられた。これまでに、多くのノーベル賞受賞者を輩出し、法学、政治学、科学、物理学、進学などの分野で優秀な学者を輩出している。また、芸術の教育機関としても名高く、 ロンドンやニューヨークの大学との交流が盛んである。パリ大学の起源は12世紀半ばであり、1970年に第1から第13大学までの独立した大学軍に編成された。1257年、フランスの進学者で生類の宮廷付けシサイロベールド・ソルボンが進学部の貧しい学生用にソルボンヌ学寮を設立して以降、パリ大学は 通称、ソルボンヌ、または、ラ・ソルボンヌと呼ばれるが、大学が、必ずしもソルボンの思想に基づいているわけではない。現在の13校の中で、第1から第4大学までがソルボンの意思を受け継ぐ、伝統的な教育を行っており、そのうち3校はソルボンヌを冠としている。フランスの高等教育行政区画では、ソルボンヌに本部を置く。 パリ大学区内市教育区に含まれており、パリ教育区長はイルド・フランス県教育区長を兼任している。ちなみに、分割前のパリ大学学長内市総学長には、ジャンヌ・ダルクの異端審問に当たった中心のピエール・コーションもついていた。教育課程は3段階に構成され、第1課ほどと第2課ほどの前半が、日本の教養、専門課程に該当し、 第2課ほどの後半と第3課程が大学院に該当する。第一大学は初期雇用契約導入や大統領ニコラサルコジの改革方針に反対するバリケードストライキが行われるなど21世紀に入っても学生運動が盛ん、かつその拠点とされる大学である。パリ大学はボローニャ大学やオックスブリッジ、サラマンカ大学、 モンテリエ大学やトゥールーズ大学などと共に、12から13世紀に設立されたヨーロッパ最古の部類に入る中世、大学の一つで、その起源は1150年から1170年まで遡る。パリ第一大学、パリ第二大学、パリ極パンテオン広場からの眺め。ありがとうございます。